こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。イージスと聞いて思いつくのはイージス艦ですよね。しかし、今では陸のイージスを作り24時間弾道ミサイルから日本を防衛するという計画が進行中だ。その前に大事なのは迎撃できるミサイル。そう、迎撃ミサイルの性能を高めることが最も大事だよね。今の周辺国の情勢を考えると必要性は大きくなってきた。すっかりおなじみの単語と化した艦すらある北朝鮮の飛翔体なる物体。実はどこからどう見てもミサイルなのだが、日本のマスコミの報道においては何やらこの歯切れの悪い単語がどこにはばかってのことなのか常用されている。2019年12月に入ってから北朝鮮は日本側のこうした報道をロケット砲とミサイルの区別もつかないとまで言い出すに及び、あながち飛翔体で間違いないと思わせてくれた。いずれにせよ、こうした北朝鮮から繰り返される挑発行動もあり、日本列島を防衛するために弾道ミサイル防衛が提唱されるようになってから久しい。こうした状況下において、2018年には、2つの迎撃実験が成功したこともあり、今後の実戦配備に期待が高まっているミサイル兵器が、日米での共同開発となっている SM-3 ブロック2A だ。SM-3 ブロック2A は、前の型である SM-3 ブロック1A と比較して、射程距離が 800km およそ 2000km、最大到達高度が 400km およそ 1000km に達するとされている。どちらの項目もほぼ倍増となる数値を達成しており、理論上は北朝鮮の持つ火星12型や無数弾といった弾道ミサイルを迎撃可能な兵器となっている。2018年に成功した2つの迎撃実験とは、この SM-3 ブロック 2A をイージス艦及びイージスアショアから発射したものであり、海と陸の両方から運用が可能だと証明することとなった。SM-3 ブロック 2A の日本での調達価格は一発約35億円とも言われており、戦闘機などに実装される巡航ミサイルなどと比較しても桁違いに、高価なミサイルと言えるものだ。ただ、こうした調達価格の高額さゆえに、そこまでして保有することの是非や、これまでの実験の失敗を危惧する声も一部からは聞こえてきていることも事実だ。しかし、価格は、ともかく迎撃実験の失敗に関しては、一度目は、機関部分の部品の問題。二度目は、人為的な運用上の問題であり、いずれも基本の設計に起因するような欠陥ではない。日本への導入は2021年度から予定されており、まずマヤ型イージス護衛艦の2隻と陸上のイージスアショアへの配備が行われることになる見込みだ。SM-3 ブロック 2A が多くのイージス護衛艦の中でマヤ型に配備される理由としては、イージス艦の基本システムがその仕様に準拠している必要性があるためである。必要とされているソフトの仕様はベースライン QC2 以上で、なおかつ弾道ミサイルの防衛能力がイージス BMD5.1 以上であり、これを満たすのはマヤ型しかない。いずれは従来型のイージス艦もこの仕様にアップデートされる可能性はあるが、収益時点でその仕様を満たすのは
最新鋭のマヤ型に限定されるという状況だ。一方、陸上のイージスシステムであるイージスアショアも、これから導入する状況であるため、必要な仕様を備えた状態で調達されることになる。さらに、イージス BMD5.1 を用いた迎撃実験が成功したことは、日本においても SM-3 ブロック 2A の有効性を示す非常に重要な意味を持っている。なぜならば、これは遠隔光線能力と呼ばれる迎撃管制の機能が実現されたものであり、ソソリの SM-3 ブロック 2A だけでなく、他のイージス艦などのミサイルをもすべした迎撃ができるからだ。具体的に言うならば、日本海側に展開するイージス艦が SM-3 ブロック 2A を使い切っても、太平洋側の別のイージス艦の SM-3 ブロック 2A を用いた迎撃を行えることを意味している。同様に陸上に展開するイージス・アショアも連携させることで、単体の持つ数以上の SM-3 ブロック 2A を完成した迎撃体制を構築することが可能だと言えるのだ。そもそも、実験ではイージス艦やイージス・アショア本体の、レーダーではなく、アメリカ陸軍が配備しているレーダーを用いた遠隔光線能力が確認された点も特筆に値する。日本ではイージス・アショアも北は秋田、南は山口の陸上自衛隊基地への配備が予定されており、理論上はこれだけでも日本列島をカバーしている。加えて SM-3 ブロック 2A の射程距離はおよそ 2000km もあるため、直径では倍の 4000km にも達し海上に展開するイージス艦であれば、どこからでも迎撃態勢を取ることが可能となる。加えて、日本列島を横断して太平洋に向かう弾道ミサイルに対しても、日本だけではなくアメリカの艦艇からの迎撃も視野に入れることができるものと言えそうだ。また将来的には弾道ミサイルだけでなく、水平型から飛来する巡航ミサイルや航空機の迎撃も可能な SM-6 ミサイルも、運用できる拡張性を持たせることも考慮されている。SM-3 ブロック 2A の課題は、冒頭に挙げた価格にプラスして、生産可能な数量の問題が大きいと考えられている。アメリカ軍でさえ調達できる数は、ここ数年で2桁にしか過ぎず、量産できる兵器とは言い難い部分が気がかりな点ではある。